あのー、バンドザウルスのノートがあるんですけど、ノートっていうのはですね、えー、まあ、インタビュー記事をですね、掲載しているものがあるんですけれども、えっとね、まあたくさんの方がいいねをしてくださってます。で、まあたくさんの方に見られてるっていうのも、えー、もう把握しております。えー、ただですね、僕の方からちょっと皆さんに、まあ、お願いというか、があるんですけれども、 何かというとですね、もうちょい西野に届くようにリアクションしてもらっていいですかあの、バンドザウルスのあのインタビューね、あの、まあ、架空のインタビューなんです。つまり、インタビュアーもですね、答えてるバンドメンバーもそんなものはいないから、あれ、夜な夜な一人で僕書いてるんです。前もね、ボイシンの冒頭でお話しさせていただきましたが、あれ一人でやってるんです、夜。一人でインタビュアーをやって、 質問をなんとなく考えて、それでその質問に対して自分で答えて、またその答えに対して自分で質問して、またそれに対して自分で答えてっていうのを、夜中一人でやってるんです。で、ちょっとでも気を抜くと気持ち折れちゃうん。<laughs> あの、やってることが、本当にこれ何をやってんだ。何のためにやってんだっていうことだから、ちょっとでも気を抜くとですね、気持ちが折れちゃう。もう現実に帰っちゃうと、 目を覚ましたら負けなんで、あれ。なので、あの、気を抜かないようにしとかなきゃいけない。すごい気を張っとかなきゃいけないんですよ。あれこれ何のためにやってんのって考えたらもう終わっちゃうんですよ、あの連載が。だから皆様、あのバンドザウルスの記事、楽しいでしょあの、ちょうどいいところついてるんですよ。インタビューわかります笑わすぞっていう記事じゃないんですよ。あの、ちょうどいい、あの、インタビューでちょうどいいそうな、 と名言とかを挟んでたりする。ちょっといいこと言ってたりするっていう、そういう面白さ。う、まあ、自分で説明したくないんですけど。そういうのをちょうどいいところを作っていうことやってますんで、一人で。なので皆様、もうちょい西野にわかるようにね、リアクションしていただいていいです。あの、そっといいね押して終わる。やめてください。これみんな見て面白いよ、このインタビューみたいなのが西野同性エゴサーチするじゃないですか。 そこに引っかかるようにやってもらわないと。夢が覚めちゃうよ。夢覚めたら終わりなんだから。現実を見たらもう間違ってるんだから。やってることは明らかに。なのでみんなでちょっとこう、鼓舞し合いですね。ごまかし合いごまかし合いですね。えー、そういう関係でいきたいなと思いますんで、え、今後とも私あのインタビュー記事、絶対続けますんで、えー、西野に分かるように皆様リアクション頑張ってください。というわけで西野さんの朝礼今日もよろしくお願いします。 どうも、キングコングの西野昭弘でございます。さて、今日はですね、日本の経営者20代、えー、過去20代から40代の6割がチャット GPT を知らないという、これは恐ろしいですね、テーマでお話ししたいと思います。まあ、やばいな。 っていうことを思いました。もうこれ、この、あるニュースから引っ張ってきてるんですけども、このニュース見た人、もう本当に衝撃をは、まあでも、衝撃走ったも何も、6割が知らなかったら、6割は衝撃受けてないっていうことですから。だから、まあ4割ぐらいの人がですね、もうひっくり返ったと思うんですけども、今日本が大変なことになってますよ、大丈夫そう、というお話をさせていただきたいと思います。ね、あの、日本の経営者。 かっこ20代から40代の6割がですね、チャット GPT を知らないんですって。アンケート結果。そういうアンケート結果出てたんですよ。知らないんだって。20代から40代の6割がチャット GPT を知らないのじゃないですよ。20代から40代の経営者の6割がチャット GPT を知らないそうです。昨日このニュースをり、あの、引用リツイートするときに、ツイッターでね、引用リツイートするときに、下で働く子たちがかわいそうだから、 もう経営者やめた方がいいと思うってつぶやいたらですね。あのー、コメントが入りましてですね。いや、チャット GPT を知らないなら経営者やめろは話が飛躍しすぎだろうっていうですね。もう頭の悪いコメントが届きましたんでね。そのコメントを黙ってリツイートした。僕はもうアホコメントは黙ってリツイートっていう、もうこれは世間の皆様に委ねようということで。大体アホツイートは黙ってリツイートするんですけども、これってね、 飛躍しすぎでも何でもなくてですね、20代から40代の経営者がね、現時点でチャット GPT は知らないっていうことは、要するにさ、アンテナを立ててない。普段から情報を仕入れてないっていうことで、これもう図とコンパスを持たずに海に出るようなもんなんですね。で、さっきのさ、その頭の悪いコメントには続きがあってですね、デジタルや数字だけじゃないよ、経営はとかいう、おぞましい一文が続いてたんですけども、 いや、チャット GPT を知らないのはやばいでしょっていうのは、経営者なんだったらデジタルと数字に強くあれっていう意味ではなくて、なくてね。これわかる人わかるよね。そんなことじゃないそんなこと言ってんじゃないですよ。アンテナ立てとけよって話です。チャット GPT を使う、使わないはどっちだっていいんですよ。それを言ったらさ、まだほとんどのお仕事で使わないでしょ。使わない。ただ、知らないっていうのは問題でさ、 いや、使ってないじゃなくて、この知らないっていうのは問題でさ、チャット GPT の話題なんて、だいぶ精度の低いアンテナでも受信するどころか、経営者として普通に道を歩いてたら前からやってくるレベルで、いや、逆に、どんな生活をしたら経営者が、チャット GPT の話題を買わせるのかがわかんない。これね、クラウドファンディングの時もそうだったんですよ。 わからなかったら一旦触ってみて、そこから判断すればいいのに。よくわからん知らんな怪しい怖い詐欺宗教とか言って切り捨ててさ。で、コロナで店が回らなくなったあたりで大急ぎでクラファンクラファンって立ち上げるみたいな。恐ろしいことしてたんですよ。いや、経営者じゃないのならまだわかるんですよ。経営者じゃないんだったらわかる。あるいは、 70代の経営者の6割が知らないとかならまだわかるんですよ。違うんです。アンケートだとですね。30代の日本人の経営者ね。なんと67、67%がチャット GPT を知らないそうです。ちょっとおじいちゃんすぎないおじいちゃんすぎない日本大丈夫そうこれ。もう一度言いますが、使う使わないはどうだっていいんですよ。知っとけよっていう話で。知らなかったっていうことに、 激しく焦った方がいいですよね。僕らあの、コミュニティ単位でね、AI を活用してるんですけども、去年の夏頃から、えー、本気を出してきた AI のこのビッグウェブで、これ何が起きてるかっていうと、これね、えー、っとね、フィナンシェの国光さんとかもおっしゃってたと思うんですけども、これテクノロジーの進化でなくなると思っていた、ブルーカラーのお仕事は意外と粘っていて、しばらく安泰だと思っていたホワイトカラーの仕事が AI によって代替され始めてるんですよ。 僕たちが少し前までね、認識していた未来の形あるじゃないですか。なんか、重労働は機械が担ってみたいな。人間は機械をコントロールするっていうあれ。あれが大きく変わってしまったんですよ。考える仕事は AI に任せてみたいになってきてるんですよ。 仕事じゃないですけど、バンドザウルスなんてすごくわかりやすくて、コアの部分はもう AI が作ってるんですよ。AI が作っていて、人間の仕事は AI が作ったものを整えることだったり、AI が作ったものを丁寧にパッケージングすることだったり、まあ、そんなことになってきてるんですね。今ね、人間に残された役割、人間にしかできないことっていうのを AI が教えてくれる、教えてくれるっていうか考えるきっかけをくれているまっただ中でさ、 この問いに答えないと会社は守っていけないにもかかわらずだ。日本の20代から40代の経営者の6割がチャット GPT を知らないんです。恐ろしいことだ。で、知らなかったらやばいよって言ったら、なんか知識マウント取りやがってみたいな感じでウェーってやるんです。いや、これ知識マウントでも何でもなくて、知らないって何 グーグル知らないみたいなことを言い始めてるよ、あなた。電話知らないみたいな話言い始めてるよ。これは間もなくっていうかもう AI はもう来ること確定してるんだから。なんでそこのアンテナ立ててないのあんたそのカイズとさ、コンパスを持たない船長、船長あんな、あの、知らない人のこと言ってますよ。カイズとコンパスを持たない船長の船に乗せられたクルー、社員の人生はどうなるのよ 社長がそれだったら、経営者がそれだったら、そこについていく、社員、スタッフの人生は、そして社員、スタッフのご家族の人生は、どうなるのよ。いや、日本はね、なんか暑くなってきたね、僕。ごめんなさいね、朝からうるさいですね。でも本当にやばいと思ったんだよ。日本はね、おじいちゃんおばあちゃんの国とよく言われてますが、いや、確かにおじいちゃんおばあちゃん多いよ。だけどさ、若年性高齢者とでも言いましょうか。 おじいちゃんのような、おばあちゃんのような、20代も大量発生してるところに、この国が迎えるもう地獄を見ました。本当にやばいと思った。これで知らなくてもしょうがねえじゃんとか言ってる感じ、マジでやばい。 で、本当にもうこれは <laughs>、だいぶ危機だなと思ったんで、なんかいい方に向かってほしいなって願っております。えー、今日は日本の経営者20代から40代の6割がチャット GPT を知らないというテーマでお話しさせていただきました。オンラインサロン西野明宏エンタメ研究所では西野明宏が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日、え、2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野明宏でした。じゃあ、またね。 eh <sweak>